全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はアーキドじゃ。今回は、こちら本日追加された新バディーズグリーン&ピジョットなんじゃが、とりあえず限界突破してこれでレベル100になるので、一体どれほどの性能か見ていこうかなと思うぞ。さあ、道具を使用して強化します。よろしいですか？当たり前じゃろ。このグリーン様が世界最強だぜ。世界最強のトレーナーみたいじゃの、わしの孫な。さあ、新しい技を覚えた。エアカッター、そしてかかってこいよ。やれ、こいつは使えそうだぜ。やれっつって、さらに、パッシブスキルも解放していって、で現状を見ると、そのエアスラッシュ、相手をたまにひるみ状態にするで威力45の命中95、相手に1体で、エアカッターが、命中95、威力43の相手全員に攻撃じゃな。でスペシャルアップが、自分の特攻をグンと上げてかかってこいようが、自分の回避率と命中率と吸収率を上げるっていう感じなんじゃが、なんかカリンとね結構似てるんだよな。うん、カリンが威力42の、単体噛みつく物理技じゃな。でバークアウト、威力39、命中95で、クリティカット、これが、吸収率を上げると、で自分の HP が低いほど自分の特攻を上げると。でメガ進化すると、その暴風が命中が70で151ダメージなんじゃな。単体に。でそれに比べてカリンのメガヘルガーは悪の波動で威力114、その代わり命中が100あると。結構似通ったキャラクターなんじゃが、命中の安定性でいうとカリンの方が強い気がしてて、ただねバークアウトが46ダメージで、命中95で、噛みつくが、威力50で命中100と。そう考えると向こうは特攻か吸収率のバフしかかけられないのに対して、グリーンはそのメガ進化した後の、命中率っていうのは、このかかってこいよでなんとか補ってあげれば、カリン&ヘルガーよりはどっちかっていうとグリーンの方が若干優秀じゃないかなって感じがするぞ。自分で特攻を上げられるんで、スペシャルアップでな、自分のこのね安定してダメージを与えられるんじゃないかなっていうことを考えると、グリーンの方が若干優秀かもしれないな。今ちょうど技の大修練しきみのベリーハードが来てるんで、これでねちょっとグリーンの性能を試していこうかなって思うぞ。しきみは相手に弱点取れるタイプが岩と草で、メイちゃんしか今草タイプ入れてなくて関係ないんじゃが、とりあえずね不要とメイで吸収率と、特攻アップして、グリーン自身で、特攻と命中と、吸収率を上げて、一気に、殲滅していくという、戦い方をやってみようと思うぞ。大修練って意外とレベル高くてさ、なんかオートだと安定しないからな、やっぱ自分の力でやるのが大事と。かかってこいよ、2段階上昇させちゃおう。で SP アップ G まで打ち込んで、でエアカッターじゃな。こんだけバフかけてれば大丈夫じゃろ。かなりダメージ出せると思うが、これで。で今のうちに捨て身タックルも打っちゃって、元気目いっぱい打ち放って、で捨て身タックルで、次バディーズ技いけるな。さあバディーズ技発動待機して、で元気目いっぱい押して捨て身タックル。負ける気がしねえぜ。さあ必殺の世界で一番強い暴風じゃな、ピッピカチュー。1406かな。であとはこの暴風を外さなければ良さそう。強っ。いけ暴風、いけいけいけ、お前の力見せてみろ暴風。さあ暴風のダメージが
1560、バディーズ技とほとんど変わんないじゃん。強いね暴風。まあ命中が70なんで、なんかかかってこいよで2段階上昇させるのがもはやテンプレって感じかな。でもマルチプレイだと、その多分こっちがバディーズ技を使うより相手の方が先にバディーズ技を使ってくるんで、マルチの場合はな。だからそうなってくると結構ね、その自分にその命中率アップのバフをかけるタイミングが結構後になってきそうな気がするんだよな。そう考えるとちょっとね、マルチだと微妙そうじゃないか。ということで現在そのマルチの EX チャレンジで飛行タイプが弱点なのがメイちゃんだけなので、メイちゃんに、挑戦していこうと思うぞ。で1番ってまあメイちゃん、2番がフヨ、3番がグリーン&ピジョット。でなんで1番目にメイちゃん出してるかっていうと、このゲームその相手2回攻撃したらあのターゲットを変えるんじゃな。なんで初手ターゲットに選ばれてしまうと、グリーン&ピジョットがボコボコにされて役立たずになってしまう可能性があるんで、最初はメイジャロでちょっとね様子を見て、でターゲットがわしじゃなかったらグリーン&ピジョットに切り替えて攻撃していくって感じやな。さあよろしく頼むぞ。さあ勝てるかな。どうやらわしじゃなさそうなんで、ここかかってこいを打ち込みます。ずるくない？それ何、物理と特殊両方なんか半減みたいになってんだけど、何それ、ずるくない？でスペシャルアップ使って、あとエアカッター連打かな。でまだわし狙われてないみたいじゃな。これエアスラッシュの方がいいかもね。真ん中のさ、ジャローダだけ意地でも倒すみたいな、そういうスタンスで行った方がいいかもな。これもしかするとなんかこの後出てくるやつがヘドルウェーブとか使ってくるんじゃよ。だからワンチャンここはエアスラ連打して真ん中のジャローダを先に始末するっていう立ち回りした方がいいのかもしれないな、これ。でまだわし狙われてないから、ちょっとまだエアスラ連打で、でそろそろポケモン変えないといけないな。うん、で一斉チャージでまあ飛行タイプ出しておいて、よろしく頼むぞ。ダメージを与えて、で受けポケに切り替えると、やっぱ相手バディーズ技だよな。さあ一気に行かないで、これ強えんだよマジで。ちょっと切り替えるの早かったかもしんないな、これもしかすると。まあでもここまで来たらもうやっちゃうしかない。あとはもうスピード勝負。よし、味方のピジョットのバディーズ技で一気にダメージを与えて、あと一発エアスラ打てばバディーズ技使えるから。お、周りのヘドルウェーブポケモンを倒す作戦だな。でエアスラ当てて、でひるませていく、でバディーズ技、味方のルガルガンがお亡くなりになられて、できればメイちゃんバフかけてほしいな、左の方。いけるいける。であと暴風、いてんだけど、やめろそのナメクジみたいなやつ。うわ、ヘドルウェーブだ、やばい。ヘドルウェーブはやばいっしょ。よし、特攻上がって暴風当てろよ。あっ、外すなよ、何やってんだよ。こういうとこで外すの一番な、また外したんだけど。ちょっと不安定すぎるよ暴風、いくらなんでも。お前これ負け、ひどすぎない？これいくらなんでも負けたんじゃが。なんかそう考えるとやっぱりちょっと不安定だな。2回連続で外すって頭おかしいんじゃねえのか、グリーン。お前何が最強のトレーナーだよ、お前ギャンブラーに改名しろカスな。ということでまあとりあえず使ってみたんじゃが、まあ先ほどの動画の通りね、命中が不安定すぎて事故が起こると。うん、まあわしのパーティー構築も悪かったかな。やっぱりちゃんと相手するんだったらボーマンだと、あともっと強いね飛行タイプのポケモンを連れて行った方が
絶対間違いはないので、うん、わしのパーティー構築が舐めてたっていうのもあるけど、それにしてもあの暴風2連外しなかったら多分クリアできてたから、そう考えるとちょっとね、お前世界で一番強いとか図に乗ってないでちゃんと当てることをね、うん、学べよグリーンって感じやな。まあ現状でそのめちゃくちゃ強いって言われてるポケモンが、あのライチのルガルガンとかそういうなんか単体で大ダメージを与えられるポケモンが今強いって言われてて、グリーン&ピジョットはちょっとメガ進化しないとその性能を発揮できないので、まあ現段階では最強キャラとはちょっと言えないかなって感じがするな。みんなもね、マルチ行くときは、わしみたいに舐め腐ったパーティーじゃなくてガチでパーティーを選んで戦うんじゃぞ。ピッピカチュー。